数年のうちに食べられなくなることが分かった時、食べれなくなっていく息子に自分たちで作った野菜を食べさせてみたい。巨大青虫に大騒ぎしたり、決して食べるということを忘れてほしくないと思っています。アンリーシュ、息子と畑とご飯のこと。こんにちは、アンリーシュフレンズの総太郎母です。前回、家庭菜園のお野菜が息子の胃に注入されるまでの動画に出演させていただきましたが、おそらく夜間の吸引で大変なのによく畑仕事なんかできるなぁと思われたのではないでしょうか。私もそう思っています。そんな面倒なことやめればいいのにと、眠くてヘロヘロになりながら呆然と畑に突っ立っていることもありますが、朝の少しの時間、息子をパパに任せて畑で息をしながら、さあ今日も息子と通園に病院リハ頑張るぞと気持ちを入れ替えるのにはまあまあ役立っています。なぜそんなに野菜作りに必死なのか。まだ軽い気持ちで家庭菜園を始めた頃は、息子は経管栄養の必要がなく口から食べていました。病名が分かり、進行が早い病気なので数年のうちに食べられなくなることが分かった時、超食いしん坊の息子が食べれなくなるなんて想像もできませんでしたし、ただただ悲しかったです。その悲しい思いは、いつしか食べれなくなっていく息子に自分たちで作った野菜を食べさせてみたいというものになり、やり始めたら止まらなくなってしまい、今に至ります。目が見えて指差しできていた頃は野菜カート当てクイズなどしていましたが、今は目も見えなくなって、もう実物を触らせてそのまま料理して食べさせるしかない、味は分かっているはずだと思いついたことを実行しています。現在は胃ろうになり、味見程度食べることができます。口から食べれる時間はあとわずかです。私は息子が完全に食べられなくなっても決して食べるということを忘れてほしくないと思っています。何しろ生まれてから数年の間は、一日の楽しみは食べることと言っているような顔をした大の食いしん坊だったのだから、とにかく私やパパと一緒にもぐもぐ食べていた頃の記憶を忘れてほしくないのです。それと同時に、家族で畑仕事をしていたことも記憶のどこかに残っていてほしいと思っています。畑に種をまいたり、水をあげたり、野菜を引っこ抜いたり、もぎ取ったり、カエルを触ったり、巨大青虫に大騒ぎしたり、思わぬ大収穫で大爆笑したり、実がならずに悲しんだり、春にはたくさんの鳥が鳴いていたこと、モグラが引っ越してきて地面をどんどん叩いたこと、眩しかったり小雨に打たれたり、季節の風を感じていたこと、この先も息子が外に出れる限り畑仕事は続きますが、外に出るのが難しくなったとしても、みんなで野菜を育てていたことをお話ししながら食事の時間を楽しむことができたらいいなという母の大変勝手な思いが、我が家の野菜作りには詰まっています。パパと息子は少々無理やりやらされているようではありますが、楽しんでいる時もあり、美味しい野菜ができた時にはみんなで大喜びです。